問もちょっと募集したんですよ、うん、昨日の夜急に、うん、だからちょっとそれを2人で答えていこうじゃないかっていう。なるほどね、まあ、歌に関連するのもあるし、あ、はいはいはい、はい、この番組は今日のスポンサーの提供だ。お送りします。この価格なんですかこれ、はい、車の中ですかこれ。車の中ですね。すごい斬新。そう、この間、うん、あのジルカのベノムのレコーディングに参加していただいたので、です。今日はね、あの時のパフェを、はい、やった、ちょっと今日はそうだゴチさせてくださいということで、また再び呼び出しました。ありがとうございます。だから今日はちょっとドライブで、そうドライブだね、コストコに行こうっつってね、ちょ休日ですわ。コストコ行ってアウトレット行って、うん、ちょっと買い物しようっつっていう感じで、リッチョの今車に乗せてもらってます。はい、ということでドライブトークですね。ドライブトークです。やったー、こういうのよく見るじゃん。そうだね。あのいつものジュルカの、はい、リコ君とアイスクリーム講師のディズニーさんもでございます。お願いします。お願いします。ということで来ましたよ、これからコストコに向かうんで。あ、いいね。はい、コストコ行きましょう。リコさん、その前に、はい、その前にちょっとね、さっきね、うん、さっきっつうかさ、今日ちょっとでっかい袋持ってきたじゃないですか僕。はいはいはい、これね、よし、さあ何が出てくるか。プレゼント。え、マジな、何この、いつも急な、いつもお世話になってます。マジっすか。ありがとうございます。なんすかこれ。いや本当に大したあれじゃないんですけど。マジっすか。本当にあの視聴者の人が聞かない程度の、はい、俺が本当に普通におすすめな、まあ、家電です。マジ家電です。あのバルミューダっていう、はいはいはい、え、ちょっと開けていいっすか。いいっすよ、いいっすよ、開けましょう。マジか。これは俺が普通に普段もう使ってる、あ、そうなの、ものなんですけど、よ、ケトルですね。あ、最高じゃないですか。そう、これからの季節に、これからの時期いいっすね。左右これで飲んでくれと思って。なるほどね。おしゃれな、え、かわいい、めっちゃこれいいんすよ、うん、これ何がいいって、うん、秒でお湯沸くのやばいぐらい。マジか。一番早い、世の中のお湯沸かす器具の中で、うん、マジか、一番早い。それ、これ中にこの下にこれ、ここにセットするんだけど、はい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 、セットしてこのランプがついてみたいな感じか。あ、そう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 、マジで大したことじゃないんですけど、うん、ちょうどいいかなと思って。ありがとうございます。ちょうどいいラインの使ってください。やば、喉を潤してください。これで、いや、これあの大切に使わせていただきます。ありがとうございます。あざーす。行くか、うん、出かけるか。出発。やったー、行こう行こう。今日は埼玉県ですよ今。まさかのね、うん、ここはどこですか。三好ですか。三好って読むのかな、うん、久々だね、こういう感じ。初めてかな、三好によるのは。じゃあそうだよ、うん、この二人が埼玉にいるっていう、ね、そうなんですよ。もういろんなとこ行きたいよねツアーで。確かにそうだよね、うん、そうだよね。魔法 YouTube ツアーでね。あ、それめっちゃいいね。あ、それめちゃめちゃいいね。加賀美圭介連れて。あ、いいねいいねいいね。うるさそう。めちゃめちゃうるさそう。インスタグラムで、はいはいはい、あの我々のインスタグラムフォローしてください、皆さん。あの質問をちょっと募集したんですよ、うん、昨日の夜急に、うん、だからちょっとそれを二人で答えていこうじゃないかっていう。なるほどね、まあ、歌に関連するのもあるし、はい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 、そうじゃないのもあるし、うん、真面目な感じで、普段のね感じちょっと出していこうか。マジだる。やめてー、だるわ。 YouTube やめてー、マジやばすぎる。そんなやつやばいよ。やばいね。まあ普段とあんま変わんないんですけど、うん、まあなんかね、ちょっとこうまったりと皆さんも見てもらえればいいんじゃないですか。そうだね。まあ、ツアーかなんかやってんの今。ツアー終わったんだ。終わった。そうだ、うん、9月29日に渋谷のやつがね。そう、おとといかな。新曲じゃん。そうなんですよ、ベノム。やった。やりましたね。レコーディングありがとうございました。ありがとうございました。それの動画もあのちょうど上がったと思うんだけど。いや、もうおかげさまでね。いや、こちらこそですよ。1週間で10万いったね。そうなんですよ。えぐ。そうなんですよ。大人気 YouTuber じゃん。もう YouTuber やろうかな。ねえ。そう、すごいね。うん、マジですごいと思う。本番、え、一発目だった？9月29のやつが、ベノム一発目。一発目。やべえ。しかも一曲目。やばっ！やばいでしょ。それはやばいよ。激アツ。熱いよ。でやっぱさ、うん、初めてやった曲とかって、うん、その来てくれたみんながやっぱこう、うん、ノリがわからないとかっていう人結構いるんだけど。あ、そうだよね。でも全然そんなことなかったね。一体感みたいなすごいあって。あ、時代ですね、うん、YouTube で一回みんな聞くから。そうなんですよ。打ち合わせしたかのように会ってたんだ。そう、これすごいね。何も言ってない。すごっ。教育が打
際当たってますね。そうなんですよ。やっぱね、教育ってすごい大切ですからね。何の話やねん。何の話やねん。そっかそっか。このままちょっとぬるっと質問に入っちゃうんですけど。はいはいはい。あの、お二人が最近ハマっているもの。ハマっているもの。そう。お二人が最近そうハマっているものっていうのがあって。はい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 。これかっこいいこと言っていいですか。ああどうぞ。もう歌っすね。じゃない？まあまあそれはそう。シンプル。まあ第一前提としてもそれはそう。なんか仕事兼歌、あの仕事兼趣味みたいな感じだよね。うん、リッチまで最近そうなの。そう。まああと人の歌を聴いたりとか歌ったり。ああ、それはいいですね。すごい勉強になりますね。なるね。最近で言うと？最近で言うとあのこの間、あのリッチの葉月さんの前でアドバを歌いました。私ヒロイン歌いました、ね。いやすごい緊張しますね。緊張しましたね。本人の目の前で緊張しますよね。緊張する。あのそうなんですよ。本人の前だから、うん、なんかより研ぎ澄まされるよね。そう。背筋を伸ばしながら。背筋ピンピン伸ばして。ガチガチになりながら。全然出なかったでしょ。全然出てない。緊張してる。いやめっちゃわかる。僕もボイストレーナーなんですけど、うん、ボイトレ行ってるんですよ。ああ、はいはい。前から言ってるよね。前からもう。それは、まあ、クリーンだよね、もちろん。クリーン。そこで今、先生とかにお願いしてやってんのがね、スピッツとか。そうなのか。なんか、スピッツって最終地点だなっていうか、一番無事なみたいな。難しい。でしょ、うん、難しいと思う。難しいんですよ。難しいから、最終、多分、これ歌えたらもう、ほぼ全クリなんじゃねえかと。なるほどね。やってるね。別にスピッツを歌うことが目的なんじゃなくて、はいはいはい、ボイトレって全部そうなんですけど、できないことがあっちゃいけないわけですよ。それはそうです。そうなんですよ、うん、クエストを全部埋めてから、はいはいはい、行かないと真のクリアにならないんですよ、ボイトレって。一つずつクリアしていくと、ね、いやマジそうで、そうしないと真のゴールにたどり着けないんですよね、ボイトレってね、はいはいはい、だからそのあるクエストを、およそ1キロ先、うるさい。スピッツを歌うことが目的なのではなくて、うん、スピッツが歌えることに歌えること自体に意味があるというか、はいはいはい、そのスピッツが歌える状態の俺が歌う他の曲だったり、はい、シャウトだったりがより磨かれるってこと。なるほどね。そう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 。それは何でかというとスピッツが歌えない状態の俺の方が弱いわけだから、はいはい、その状態でやる他のものにも影響はそれ出るんですよ、うん、そうだね。ボイテってそうじゃん、うん、っていう思ってる俺も。でしょ、うん、大体合うよね。そうなんです。基本合うんすよ。合わせにいってるんじゃなくて合うの。合うのよ結果ね、って思ってるから今スピッツやってるんですよ。そうなんだ。うん、リッチは何やってるの最近。俺はどの辺を変えようとしてんの。俺はやっぱこう声の深みみたいなやっぱ持たせるので、ちょっとチェストを強めに入れたりすることもある。専門的なこと言ってるね。そうなんですよ。そうなんですよ。こういうのを一つ一つね、うん、学んでいかないと。いやそうね、人にも説明できないし、あ、自分で何をやってるのかが理解できてないっていうのが、そうだね、一番悔しくて。いやそうだね、わかる。なんか魔法にもめちゃくちゃ効くじゃん俺。お互いにな、うん、うん、あれどうやってんのとか、そう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 、そういう感覚なのとか、うん、でその瞬間ではわかんないんだよね。そう、後でわかんだよな。そう、しばらくやってからじゃないとわからない。そう、しばらくやってからあいつの言ってたことはこういうことだみたいな。でもね本当にそう、あの下手したら10年とかの時も。そうだな、本当にそうだわ。ちょっと10年は持ったけど。本当にそうだわ。ジルカが始まっ、一番最初ね、うん、始まった時にボイストレーナーの先生、うん、言ってたところがあるんだけど、その先生が言って、うるさーい。しょうがない。そう、その先生が言ってたことを今になってすごくわかる。いやそうだね、わかるよ、うん、本当に。5年越しとか平気であるよね、うん、そうそうそう。あとなんなら、うん、まあ、ちょっとこれは、うん、失礼に当たるかもしれない。いやいや、ですけど、はいはい、いろんな先生に行くのももちろんいいんですけど、はいはいはい、だけど先生によってやっぱり言うことって違うんだよね。そうだね。そこを、うん、こう自分の中でこういう意見もあるけど、うん、自分はこういう風にしたいとかっていうのがないと、うん、考え方だよね、うん、考え方をやっぱりいろんな意見があるとか、わかるな。そう、それを少しね理解できればわ、うん、かるな。俺もそれ似たようなことで思ってて、うん、自分でも考えないといけなくて。そう、なんかね、言われたことただやるのも大事なんですよ、うん、素直さってめっちゃ大事なんで、うん、ボイトレにおいて素直であって謙虚であって、うん、ストイックであるのがマッチ。そう、本当にそうじゃないですか。それそうで、
その信頼できる先生だったら言われたメニューをこなすのはまず絶対なんですけど、うん、めっちゃやらないといけないんだけど、うん、プラスでそれをやってるだけじゃ意味なくて、うん、いやなんでやってんのかっていうのをちゃんと思い出して、うん、あるいは考えてやらないと意味ないっすね、はいはいはい、うん、あ、本当ね、宿題みたいなもんだよね。いやマジそうなんですよ、そうなんですよ、もう計算ドリルとかそうなんですよ、そうなんですよ。でただやってる状態っていうのは答え見ながら例え書き写してるだけなんで、うん、それはまた意味ないじゃないですか、うん、1たす5がなんで6になるのかを考えていかないといけないわけですよ、うん、符号が足すだからね、四則計算のこの符号が足すだから1たす5の数字ができてるのに6って分かるわけじゃないですか、うん、かけるだったら5じゃないですか、うん、やり方がそれで分かってるじゃないですか、うん、って思いながらちゃんと式を解いてますかっていう感じで、うん、なんでそのスケールをその発音で練習してんのかなっていうのが分かった状態でやってないと意味ないじゃないですか、はい、っていうのは思うよ。それは全くその通りでございます全くその通りです。逃げた、同意得られたもんね。同意得られましたね。よかったよかった。そう、自分でね、考えられる能力をつけるために先生のとこ行くっていう。マジそう、いやマジ実際そうね。自分のトレーナーにならないといけないんで最終、うん、自分がね厳しくね。そうね、いやマジそれいいっすわ、うん、正解です。響いた。100円、リーズナブル。めちゃめちゃ古典的なボケ古典的やったね今の。そうだったね、一番いいよ。安心した、はい、安心した。安心。価格が、いただいた質問です。歌が上達しやすい人の性格ってありますか？俺はね、まあ、ありますよね。ありますね。リッチョどう思う？まあありますねというか、うん、もうこれはね、うん、やっぱ謙虚さが必要ですね。あ、まあそうだね、わかるわ。謙虚になれよ。なれ、いいか急に慢心するなそう、ほんとそう、ほんとにそれはそうだと思う。その心は、自分は、うん、やっぱすごく謙虚にならないといけないなっていう瞬間がめちゃくちゃやっぱある。あるんですよ。はい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 、なるほどね。そう、やっぱ声が出ればいいって問題じゃないよ、ね、そうだね、そうだね。その音が出ればいい、そうだね。その中で表現力だったり全くそうだね。だから自分は、うん、あの、まあ、歌えてる、それはもちろんね、うん、あの自分は、はい、ジェルカのボーカルやってるから。そうですよ、歌えることは当たり前なんですけども、はい、歌えたって思わないようにしてる。てかまだまだいけるっていう、その先を見せられる歌を毎回ライブとかで届けられたらなっていう感覚で歌ってます。いいこと言ってますね。あ、本当ですか？結構真面目な話しちゃったからちょっともうちょいふざけた方がいい。いや、いい、大丈夫。さらに深掘りしていいですか？はい。なぜ謙虚にならなきゃいけないかというと、うん、満足してしまったらもうそこで終わりなんで、うん、音域って言ったら、うん、あ、D5 出たわ、うん、俺すげえってなっちゃったら、うん、はいはいはい、もうそれ以上がなくなっちゃうわけなんで、うん、下手したらもうそれ D より低いとこしか出なくなっちゃったりもすると思うから、うん、より高いとこを目指していかないとキープはできないし、うん、でキープできないということは衰退していくので、うん、要はなんか現状維持は衰退ってやつですよね。そういうことですね。ずっともう、俺よく例えるんですけど、うん、動く歩道なんですよ、ボイトレって。はいはい。動く歩道を逆走してる状態なんですよ。なるほどね。うん、キープしようと思うと、はいはいはい、どんどん下がってってしまうんで、うんうん、ちょっと早歩きぐらいにしとかないと進めないんですよね。確かに、さすがジム行ってる人ですね、例えばね。そこね。あれね、そうね、有酸素マシーン。そう、そういうことでしょ。みたいな、そうそうそう、そう、でもそう。そう、止まったら後退していく。マジで本当そうなんですよ。って思ってるってことだよね。うん、そんな感じじゃない？謙虚、うん、いや間違いないじゃないとね、うん、歌が上達しやすい人か。でもさ、これさ、なんか俺が自分がすごい謙虚みたいな感じに言っちゃったけどさ、うん、全然謙虚ではないっすよ。自信もあるよね。それはね、自信がないとね。そうだよ、あんなむずいのをね歌ってるわけですからね。そうだね、実際むずいけどね、うん、自信と謙虚のバランスが大事ということですね、うん、あとね、やっぱその気にしいその、うん、な人、うん、なんて言うんだろう、繊細な人、はいはいはい、気遣いな人は伸びますね、はい、なるほど。心配性っていうんかな、うんうん、心配性な人は伸びるんですよと思います。あ、だよね、うん、あのね、なんでかっていうとね、練習するんですよ、心配性な人は。怖い、怖いそう、そう、そう、練習するんですよ。そう、気にしいな人はね、あ、下手になってないかなってね、そう、下手になってないかなって。生徒さんでもいるんですよ、心配性な人。はいはいはい。僕的には嬉しいんですけどね。いや、絶対すごい人になります。心配し、そうですね。で、心配だから練習するじゃん。うん、
で次来てもらうじゃん、例えば2週間後とかにさ、前回があって2週間後来るじゃん、うん、心配性だから下手になんないように練習して結果めっちゃ伸びてるんだよねいやでもそうだよね。でも本人は、うん、ちょっと微妙になっちゃってるかもしれないんですけど、うん、みたいな感じで来てもらうわけよ。はいはいはい、いやめっちゃ上手くなってますけどみたいな、大丈夫ですよ、確かに全然いい感じですみたいな、うん、だからそういう人が、でもずっとそういう人はそういう人だから、うんうん、毎回そうなのよ。確かに、ね、僕がいくら褒めても、うん、次もその感じで来てもらうから、うん、いいことなんですよ、いいことなんですよ、うん、から毎回伸びるっていう。確かに心配性な人は伸びますね、練習するから。うん、気にしいであります。気にしい、ちょっと臆病ぐらいがちょうどいい、ね、ああいいね、いいね。それは歌だけじゃなくてもね。そうだよね、あの、まあ、ダンスでも何でも何でもそうだよね、うん、あのボーカリスト見てますからきっと。あーやばいやばい、ボーカリスト見てるって誰に言っとんねんこいつこの辺に伝える右の未来いたら怖いけどね全力の人が確かにそっちにいたら怖いけどね。たまにいるからね、なんかいねえんだよ、いないか並行してくるやついないのよ。じゃあ次、じゃあちょっと歌関連まだ続くんですけど、はい、じゃあ最後、うん、この今じゃあこの行きの道の続きな、はいはいはい、帰りにプライベート編行くとして、うん、行きのこの歌編なんですけど、うん、デスボイスの練習は1日にどれぐらいしたらいいですかっていう質問なんですけど、はい、まあ歌っていいじゃない、まあ、デスボイスでいいけど、はい、僕ら、うん、それ、ね、あ、はいはいはい、シャウトでいいと思うんですけど、うん、まあ、歌も含めていいですわ、うん、この際、うん、どれぐらいしたらいいですか。これはね、はい、まあ、できる範囲でいいとは思いますけど、うん、無理しない範囲でね、無理しない範囲で、うん、その大きくちゃんと声出す時間は、うん、本当に2時間とか、うん、まあ、3時間歌えればすごいと思ってる。1日週に1日に、あ、週に3時間はやばいでしょ。ああ少ないんだ少ない少ない。ああね、はい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 、いいね、まあ、1日3時間、まあ、カラオケとか、うんうんうん、まあ、結構俺は、うんうん、カラオケのフリータイムがいいんですよ。ああねそうだよね、カラオケで歌ったりもするし、うん、まあ、スタジオ入って、まあ、そうだね、練習みたいなのもやったりするから、うん、ああいいっすね、ちゃんと大きい声で出せるタイミングだね。そうそうそう、大きい声で出せるのは、うん、あと2時間、まあ3時間頑張ったらもう喉のケアちゃんとして。そうだね、3は結構だね、うん、そう、でも他は、まあ、あと小声でいいと思う、うん、そのシャウトも。そうだね、うん、それ鏡も言ってたしね。あ、そう、小声でちょっとやつやつ、うん、これバイクとか乗ってる時すごいやってる、とかパスポートのエミリーさんとかも。あ、そうなんだ、言ってたしね。だってエンジンかける時かき消されるから、そう、かき消されるから、もう高速とかバイクで走ってる時はもうすごい、すごいんだ、うん、うる、もう聞こえないからね、フルパワーでシャウトしてバイクに負けねえようにな。そう、あと車の中で歌ったりする。あ、まあそれいいっすよね、うん、車って大熱唱いいよね、うん、あ、じゃあ出せる時に出してんだ、うん、じゃあ1日に2時間出せたらいいな、はい、2時間出せたらいい、大きい声でね、大きい声で、まあ、出せたらいいよね、うん、うん、出せれば、なんかこまごました時間をつなぎ合わせてってことだよ、うん、まとめたらね、ちょっとね、皆さんお忙しいでしょうかね。そう、結構気難しい、難しいと思うんで、うん、であとはじゃあ日常でこまごまちっちゃい声でいいから、うんうん、触っとけよって。そう、歌は、うん、もうファルセットだけで、おうおう、そう、音程を取るっていう。あー、めっちゃいいな。で、ファルセットだとすごい余裕があるから、うん、その表現がつけやすいんだよ、シンプルに。そう、だからちゃんと地声混ぜて歌った時とか の、うん、あのイメージをつかむのにめちゃくちゃファルセットとか。いいこと言うっすね。そうなんです、それなみたいなこと言うね。ボーカリストですからね。そうだよね、ボーカリストなんで。すごいわ、正解正解正解ですか。本当にそう思います。ありがとうございます。いや本当に、いや、すいません、なんかそう思います、俺もそう思います。俺だってそうやってるもん、練習。あ、そうなんだ、うん、あ、でもやっぱそうだよね。いや、そうだよ、そうなる、うん、結局ね、うん、そっか、うん、俺もね、あのね、俺逆になんかあんまりまとめて時間皆さん取れないことを知ってるから、うん、まあそうだよね。だから俺よく言うのは、本当に1日10分でも20分でもいいから、うん、とりあえず毎日やれと、うんうん、やってくださいっていうことが多くて、はいはい、よく例えで言うんですけど、うん、iPhone って触んなかったらスリープモードになっちゃうじゃないですか、うん、はいはいはい、そうなったら終わりなんですね、声って。なるほどね。あのスリープモードになると立ち上げるのに時間かかるのよね。確かにそれはね、毎回思うわ。でしょ、うん、忘れるんだよね、リンゴマークついちゃうから、うん、だからずっと立ち上がり続けてないと、本当にそれこそさっきの話じゃないけど後退していくんですよ、うん、だからもうちょっとでいいから、うん、毎日やっておくと、とりあえず下手にならないんで、うんうん、下手にならないということは上手になれる可能性が高いので、うん、ちょっとまとめなくていいから、
でかくなくてもいい、究極ね、でかい声を出した方がいいんですけど、それが本番なわけなんで、うん、って思ってる派なんで、うん、まあリッチョもリッチョでね、うん、そのでかい声、うん、頻度高め、そう派です。ミックスはね、あ、まあ、自分の場合だからね、それ。そうだね、うん、俺の場合はファルセットと血のなんだろう、そうだね、バランスだね、そう、混ぜるバランスとか、うん、で、あと息吐きすぎてないかとかね。ああね、そうで、逆に息が弱すぎて、うん、なんか裏声が強いみたいな、うん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 、でもそれはそれで全然ありなんだけど、そうだね、だけど裏声でピッチ取れないことには歌えないと思った方が、うん、いや、ほんとそうだね、だからまあそのどっちの練習時間理論が正解とかないんで、うん、なんで参考にただただあそうなんだって思ってもらえればいいと思うんで、うん、まあ歌のお話こんなもんすかね、こんなもんですかね、うん、あとはちょっと僕ら今からあのコストコに行ってお買い物しないと、お買い物してあと帰り多分ちょっと暗くなってるかもしれないんだけど、うん、その時にちょっと撮らせてもらいますんで、その時にまた一旦切りますよっ、さあ、はい、買ったね、買いましたね、主にコストコで、コストコでしかなんなら買ってないけどめっちゃ美味しかったね、ベーグル、めちゃくちゃうまかった、お互いのね、うん、交換したもん、交換したんだよね、初めてコストコベーグル食べた、美味しいでしょ、めちゃくちゃ美味しかった、僕ベーグル大好きなんですけど、ベーグルにハマったきっかけはコストコのベーグルだったんで、あ、そうなの、それを分け与えたくて、いや、めちゃくちゃあれ最高だ、美味しいよね、でリッチョはマフィンくれました美味しいねっつってマフィンとベーグル車の中で食って何やってんだよ確かにみたいな、外食せえ、いや、本当に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 ねえって感じで、ね、帰り道今からまあご飯を食いに行くんですけど、帰り道じゃあ質問の、途中だったんで、あ、はいはい、答えていきますよ、前半は歌系の質問が多かったと思うんですけど、はいはい、今度はちょっとプライベート系の質問いきます、はい、じゃあ1個目、はい、ね、もうすぐ社会人になりますと、おおめでとうございます、おめでとうございます、はい、で社会人になるための心構えってありますかっていう、あー、いただいたんですよ、なるほどね、まああると思うんですけど、じゃあいいっすか、いいっすよ、社会はそんなに甘いもんじゃないありがとうテンプレートテンプレート、いつそう思う、いつそう思うね、うん、あの何そう思う、自分の世界だけじゃなくて、あもっと広いさ、あの自分が思いもしないことをさ、あ指摘されたりとか、ね、ああああ、まあメンタルがやられることも時にはあるだろう、そうだね、みんなで生きてるからな、そうそうそう、社会というものはな、一人じゃないっていうことを、あやっぱね、そこはあの、まあ、幼少期というか、うん、まあ、小学校、中学校、はい、まあ、高校、はい、とかで、うん、まあ、養ってきたものを、うん、そこで試されるかね、それはまあ、あのバンドマンと、そうだね、ね、あの社会人と、あ、社会人とか会社員とか、うんうん、問わずですよね、問わず、バンドも組織ですから、うん、バンドもやっぱこう人とね、こう仲良くできる人が一番、いや、そうだよ、強いと思います、コミュニケーション大事だよね、そうじゃないとあの対話してくんないから、いや、そうだよ本当にそうだよ、そういう意味だよね、リッチョさんはね、はい、安心ですね、あ、いや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 、いやもうね、あの大先輩、得意ですかね、得意ですか、ね、得意だったらいいんですけどね、ね、大事なことか、心構えか、なんかある、逆に、むず、なんかいっぱいやりすぎてなんか逆に難しいよね、僕はね、あの会社員をね、うん、やってたんで、一時期ゴリゴリ体育会系の、ああそうだよね、うん、やってたんで難しいっすけど、自分も会社員やってた時代があったんで、おこれ多分あの初っす、やばやべえじゃん、はい、サムネにしよう、ジルカリコ会社員実は会社員をやったことがあるんですそうなんだ、全然ありますよ、そっかそっか、あ、これもなんか月並みかもしんないんですけど、うん、まあ、結論から言うと、はい、職種とか関係なくて、そこにいる環境で何をするかが大事ですかね、別になんか分かんないよ、お花屋さんなのか、ね、車屋さんなのか分かんないですけど、そこに、なんか別に車屋さんであってもお花屋さんであっても別に意外とやることって変わんないんで、そうだね、分かりますね、分かる、職種が違うだけだよ、なんか取り扱ってるものが違うだけであって、中身はね、ぶっちゃけ変わんないんですよ。だって何かを売ったりとか、何かを、なんだろう、誰かを動かしたりとか、うん、そういう根本は変わらないんだよ。そうだね。うん、
何を動かすのかは違うけど、それのやり方とかノウハウとかって多分職種によってはそんなに違う、職種によってめっちゃ変わるってことはないので、そこにいる環境で全力でできることをやった人が結果的に将来的に大成するんで、ね、そのなんか看板にとらわれるなって話ですね。そうだね。そう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 。その中で探せるのが一番。そうだよ。自分のためにもなるしね。そう。でいつの間にかそれで努力してると、いつの間にか本当に。なんか志してたことができるようになったりとか、あるいは見つけたりとか、そうなると思うので、目の前にある何かにめちゃくちゃ取り組んだ、コミットした結果、なんか自分が意外と思い描いてた方向に行けることって結構ありません？まあありますね。ね、意外と世の中そういう風に回ってるんで、なんかあんまり側にとらわれないで頑張ってください。でもそういうのを応援できる曲とかね、あ、いいですよね。いいですね。いいですよね。急に日本語のなんかヘルシーな曲書いてほしい。ジルカに。すごいヘルシーな。頑張れソングみたいな。急にあっさり。さ。ね、社会人頑張ってくださいね。頑張ってください。ね。応援してます。応援しております。あ、これ面白いね。お互いの第一印象。はい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 。初めて会ったのそもそもいつですか。これも質問あったんですよ。慣れ初めやみたいな。はい、はいはい。合わせて答えちゃおうか。これ2年、うん、3年前ぐらいか。はいはいはい。そうだね。じゃないかな。そんなに2年ぐらいじゃない？ 2 年か。うん、わかんないよ。あ、でもあの YouTube を一番最初に、うん、あの多分こう出てきてると思うけど、はいはいはい、くまりのライブ映像が、ね、そうだね、一番最初。そうだね。伝説回ね。神回。神回。もう一回見ようみんなあれ。ね、あれ初っ端から飛ばしてたもんね。そう。まあそうだね。だから2年ぐらい前かな。うん、多分にスタジオに入ったんだよね。うん。誰の紹介やったっけあれ？ね、うん、デビルウフのレイ。ああレイくんですね、うん、レイくんつてで、うん、あの知り合って、そう、俺が YouTube 見てすごい、うん、興味持ってくれたんだね。そう、シャウトの先生で、で自分ができないことがすごい多かったから、なるほど、ちょっと先生にちょっとお話を聞いてみようと。そんなそんなとんでもないです。いえいえ、それでね、そしたらね、うん、そう出会ったらもう、うん、自分とバイブスが同じみたいな。あ、確かに確かに、志がね。そうで、すごい仲良くなるの早かったのも一緒になったから。いや、確かに確かに確かに、そうだよ。こんなコストコ一緒に行く中ってね、大人になるとなかなか難しいよね。難しいからね、そういう貴重な存在に今やなってますけれども、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。これもそれ、そういう感じでしたね。でシャウトの話だとか歌の話だとかして、うん、お互いに勉強してみたいな、うん、僕も勉強させてもらって、あのリッチョも僕から盗めることがもしあったら盗んでもらってみたいな感じで、あの毎回盗んでますから、ね、お互いにね強奪してるよね。そう、うん、あ、それかっつって、うん、やっで、その時のだったら第一印象ですよ。第一印象は、うん、すごい明るくて面白い人。ああ、なるほどね。受けましたね。あ、ありがとうありがとう。そっかそっか。逆にどう思ってた最初？逆に、うん、なんかその思う前、先生だから、うん、結構、まあ、厳しい方なのかな。なきねえだ。なきねえだ。そう、やっぱ YouTube の、はい、YouTuber の裏側じゃないけど。ああ、はい、実はね。そう、実はカメラオンになってっから。ああなってんじゃないか。そう、うん、普段はなんかもう生きり倒してるみたいな、はいはいはい、なんかなんなら姉ちゃん二人こうやっているみたいなさ。イメージだったね。いやらしいっすねそいつね、出会う前は。そっか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 、それはじゃあ覆せたんだね。うん、覆せましたね。ああ、よかった。俺リッチョはね、うん、バンドマンやなってなったね。ああ、そう、うん、もうめちゃくちゃ、要はなんかその なんつうんだろうな、その世代がさめちゃくちゃ近いじゃないですか僕らって。そう、ね、まあまあ一緒じゃないですか。まあ一緒だね。だからそのバンドマン像って各世代あると思うんですよ。はいはい、各世代にバンドマン像があると思うんですが、要は高世代のバンドマン像が僕らの年齢となって現れてるみたいな感じがすげえする。だから俺らの時のその記憶の全盛期のバンドマンいるじゃん。あ、います、それみたいな。なるほどね。要はそうなるよね。まあ自分がねこう憧れて入ってきたこの世界だから、うん、そう、その感じがすげえあって、おお、テンションとかも含めてちょっとそう思いましたね。でもそれは嬉しいですね。うん、ああなるほどね、うん、自分みたいなタイプいないって先輩とかにも言われるんだよね。なるほどね、うん、激しい音楽やってる人が激しい性格かって言われると別にそうでもないんですよね。まあそれはそう、そう、うん、なんなら平均よりテンション低いかもしれない、うん、その可能性はある。あるよね。全然ある、全然ある。爆裂高いって感じだってもう全くないので、だから珍しいって言われるのかもね。ああ、もうそのままだからかな。うん、これもそうなのかもね。だからね、あ、そう、魔法もそう、そうなのかもね。全然変わりがない。
だそうだね、いつもこんな感じだってカメラ切ってもこれだもんねずっとこれちょっとトーン下がるぐらいこれはカメラが回ってるから大きく張ってるだけであってまあそうだね、内容は別に変わらんもんね、変わんないね、うん、変わらんもんな、よりふざけた、そう、より激しいかもしれないね、なんなら確かに見せられないところの方がこれ次最後ぐらいにしよっか、はい、これいくつか来てたんでまとめてなんですけど、うん、まず質問の内容から言うね、結論から言うね、はい、2人の食生活、おダイエット生活みたいな、うんうんうん、どうなんですかと、で理由としては、うん、そのなんかいくつかこれもらったんですけど、はいはい、まあリコさんちょっとちょっと前より痩せましたねみたいなのがいくつか来てた、はいはいはい、あと俺もなんか前よりなんか若いっすよねみたいな、なるほどね、うん、いいことだとか痩せましたよねとか、あ、はいはい、言われてもらったんですよ、うん、言っていただいたんですよ、ありがとうございます、ありがたいですね、ありがたいですね、ありがたい、よく見てらっしゃるね、体型維持はしてますよという、まあそこ感じですね、そこそこ、うん、多分一般よりは、うん、一般的って言われる食生活よりはちょっと制限気味かなと、うん、うん、鳴らすとね、うん、という生活を送ってるかなと、そうだね、思います、ベストな体型ってある、あるある、あ、やっぱあるんだ、うん、それをめがける、基本めがけてるね、あ、飯ちゃんと食ってんすか、あ、それは食べてます、うーん、でもね、なんかツアーとかあるとちょっと不規則になっちゃうんですよね、そう、食べる時間帯とかがね、うん、やっぱ遅くなっちゃったりとか、とか忙しかったりしたら、うん、コンビニ飯になっちゃったりとか、うん、そうだね、それはまあでもどの世界でもあることだ、ね、そうだね、やっぱさ、少なからずその、まあ、YouTube だったり、うん、リッチョだったら雑誌だったり、はいはいはい、ね、なんか各種媒体だったりとか出させてもらうじゃないですか、うん、ね、だから気は使うよね、まあ使います、ね、使わないと、てかあれだもんね、マホン、うん、ボディービルダーやってたもんね、僕はボディービルダーなんで、さすがです、大会2回出てますね、私、すごいですね、それ急に渋滞、うん、よかったね、時間にちょっと余裕持って出てきたんで、うん、まあ、この時間なんでね、うん、みんな帰る時間やね、そうだね、うん、帰宅ラッシュかな、帰宅ラッシュね、なので食生活は俺もうわけわかんなくて、正直、うん、何食ってみんな生きてんのかわかんないんですよ、なんでかっていうと、うん、痩せるか、うん、太るかしかできないんですよ、ああそう、維持、一時期維持してたんですけど、うん、大会とか出るともうバカみたいに絞るんですよ、うん、そうでしょうね、体脂肪 3% とかにしたんですね、僕だから全身のね、皮がこの手の甲の皮つまんだ時の状態にして、はいはいはい、全身の血管が要はこのそれこそ手の甲みたいに全身に見えてる状態、この首からこの股間の上の部分まで全部つながってる、なるほどね、人体模型みたいな状態まで絞るわけですね、 3% ってやばいよ、やばいっす、え、死ぬのって 3% 以下だ、 2% で死ぬんですよ、あと 1% いったら死ぬんですよ僕、いや、そうだよ、ぐらいまでいくわけですよ、だからその時の食生活ってその時は、まあ、辛いんだけど、なんだろう、辛いんだけど、まあ、大会出なきゃっていうのでめっちゃこうなってるから、まあ、いけるんだよ、で終わるじゃん、うん、終わったら何していいか分かんないわけよ、まあ、目標がまずそう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 、なんで俺痩せてるこんなにみたいな、かといってそれこそさっきの話じゃないですけど YouTube とかあるから、うん、太りたくないんだよ、まあ、急になっちゃうもんね、なっちゃう、太りたくないの、写りが悪くなるから、あー、はいはい、嫌なんですよ、嫌なんですよ、うん、だからある程度の体型を維持したい、ただ、元々の食生活に戻すと、すげえ急に太りそうな気がする。だから、ちょっと半分拒絶しちゃう感じ。うん、でも、そうかもね。うん。ずっとそれまでの食生活で、うん、この消費エネルギーみたいのがさ、そうだね。一日で決まってるっていうか、うん。まあ、例えば2000とか2500だとしたら、うん。まあ、それ以上食ったら、それは太る。あ、そう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 。なんかそう、精神的にブレーキが、かかってしまって、で今の俺の食事はというと、うん、1日めっちゃ食う日があるチートデイみたいな、あ、週に1回、はいはいはい、他の日はクッソ節制してる、大会出てた時かそれ以上に節制してるなるほど要は1日太っちゃう日があるんで、それを取り戻す1週間みたいな感じでバランスをねやってるんだけど、それでなんかとりあえず食欲を頑張って抑えていかないとなんかね元の食生活に戻れないというか分かんなくなって、食欲の矢はこの乱高下があるから、はい、でもそれすごいいい生き方だよね、まあまあ本当はね、だってこう今日明日を生きるじゃなくて、あ、そうそうそう、1週間単位で生きてるからみたいな、ってそうすごいね、それはある、ね、そのだから1日がめっちゃ楽しみで、うん、その1週間を頑張れるみたいな、うん、あるいは逆にまあ言うとめっちゃ辛いわけなんだけど、はい、
まあ、例えば土曜日にチートデーだったら、うん、じゃあ土曜まで頑張ろうみたいな感じ。なるほどね。それは俺もね、リッチョのさすがに言う通りで、うん、それは思ってる。1週間で生きれるから、うん、あんまフラットじゃなくていいなって、はいはい、もともと結構そういうのは好きなんで、うん、思ってるんですけど。なんか今日すごくないですか、今日いいことしか言ってなくないですか。いいことしか言ってないですねいい動画ですよこれ。10万再生いってほしい本当にマジで。まあまあ時間的にこんなもんにしておきますけれども、本当にね、あの急にインスタでご質問をね募集してしまったんですけど、はいはい、急にやったのにいっぱいもらって、あーマジか、嬉しかったんですけど、ありがとうございます、ありがとうございます。あのぜひ我々のインスタグラム、あと今 X ですね、そうですね、してもらえると嬉しいんですけどもね、うん、って感じでございます。ね、どうでしたドライブ動画。俺はすごい楽しかったけど今日パフェちゃんと食べてきたからね。いやそうだよ、ありがとうございます。マフィンも食べたし、パフェも食べた。いや本当だよ、フードコートでなありがとうございます、本当にいただきましてありがとうございました。この後は僕がジンギスカンを、あーいいっすか、させてもらいますんで。いいっすか、僕の好きな、お大好きなお店があるんで、楽しみですねって感じですね。今日の動画面白かったらぜひグッドボタンと、あとチャンネル登録まだお済みでない方はぜひよろしくお願いします。こんな動画いいなと思ったらぜひコメントとか、あとついでにご質問とかもらえたら嬉しいなって思うんで、2人ともコメント見るのいつも楽しみにしてます。ありがとうございます、うん、って感じ。ありがとうございます、行ってきます、バイバイ、バイバイ、今運転中だから